ゴーカーチャンネル。車を運転する際にですね、やっぱりストレスを感じながら運転するっていうのは安全にもあまりよろしくないですし、こう疲れも出ますしね、そういったところが良くないんですが、この車に至ってはとてもそのストレス感を感じることはないですね。やたらとこう速いスポーツカーなどに乗りますと渋滞の中に入ってしまうと、それはそれで、この車のパワーが発揮できないなっていうストレスが生じたりしますが、この車の場合はゆっくり走っていても、これはこれで余裕を満ちた感じがあっていいですし、さっきのようにアクセルを途端に踏みますとかなりの、パワーを発揮してくれます。そういったところは、とてもいいと思いますね。今ちょっとワインディングみたいなところに入っていますけれども、それほどさっきも言いました車両が大きくぐらつくというようなことがありません。ちょっと風が強いので今ちょっと屋根を閉めましたけれども、この辺のカーブもですね、今わりかし早めの速度で曲がってるんです。それでも、それほど乗員に不快感を与えないというのはいいところだと思います。まあまあお金を出せばですね、こういういい車が買えるんだなっていうことがよく分かりました。面白いのはレンジローバーのボーグに乗った時にはですね、細かい微小突起を超えた時にはちょっとこう、ゴツゴツしたような、足回りで衝撃を吸収しきれていないような印象が強かったんですが、この車どうもそんなところはあまりありませんね。そのあたり実はまだお金がかかっているのかもしれませんね、細かいところで。ここから少しまた上り勾配になってきますが、まあ5リッターのスーパーチャージャーで550馬力、最大トルクも680ニュートンメートルぐらいありますから、力不足を感じるなんてことはもちろんありません。2.5 トンの車重のあるような車でも、ストレス感は全くないと言っていいと思います。でこのレンジローバーにはですね、実はロングホイールベースバージョンもございまして、それは後席がさらに広くなっています。まあもうそれぐらいになってくると運転手継ぎで、後席に乗って、快適にドライブを楽しもうと、そういうような車だと思うんですが、実はそういうモデルもこのレンジローバーには用意されてるんですね。ですからまさにこのレンジローバーっていうのは、まあ、確かに運転してもこの車だったら私も運転して長距離ドライブに行きたいなという印象がありますし、後席だったらさらに豊かな、まあ、うまい運転手を、ちゃんと連れてですね、行くのがいいかなというふうに思います。なおこの今試乗しているグレードの車でも後席のリクライニング機能がこうついていたりしましてね、とてもこう気持ちよくドライブができるかと思います。まあ、そのレンジローバーの私はボーグというレンジローバーは高い車なんですが、その中でも一番ベーシックなレンジローバーの中ではベーシックなボーグという車に乗ったことがありますけれども、その時とはやっぱ随分感じる印象が違いますね。相当、まあ、インテリアの雰囲気もボーグでも十分だったんですが、これを見てしまうと、もうこれは本当にただものではない印象がありますね。乗っていてもとても快適に走る一台でした。細かい
この SV オートバイオグラフィーには細かいオプションもたくさん用意されています。欲しいこのレンジローバーの、オートバイオ SV オートバイオグラフィーをですね、お考えの方っていうのはそのオプションですとかカラーのチョイスを、するのも楽しみでありながらもかなり迷わなければいけないというぐらいたくさんありますので、そういうなかなか普通の車ではできないような、楽しみ方もできるのがこの車の魅力だと思いますね。そのあたりもとても魅力的な部分でありますので、興味のある方はぜひ、ランドローバーの名古屋インターにお越しいただきまして、細かい話をスタッフに聞いてくださるかといいと思います。この試乗車はちょっと、今回借り出していますのでなかなか用意は、されておりませんけれども、まあ、今回のこの動画をご参考になさって、お気に入りの SV オートバイオグラフィーをチョイスしていただくことがいいかと思います。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。